おはようございまーす。おはようございます。あれ、元気になった？とうとう来ましたよー。いやー、皆さん、これ見ればわかる通り、大好評の、ホラーノベルシリーズ第4弾です。第4弾、第4弾、ウバウバです。ウバ今回やっていただくのは、ウバです。もうねー、これあかんくらいじゃん。ウバもう皆さん聞こえてます音。音も聞こえてるんじゃないですか。すごい。カメラがミーコの顔撮られてる。完全に本が、ね、録音してる。本当だ、録音されてる。カメラも空気を読んでますね、完全に。いや、もう本当に嫌だ。いやー、こちらじゃあ、もうね、やっていきましょうか。やっていきましょうか。照明が。ちょっとセッティングしてください、ちゃんと。よいしょ。数ね。苦笑をしてきた。もうだってすでにちょっと見えてるよね。見えてますね。あ、ほんとだ。あ、ピャッケ、いいかな。見えてますね。もう嫌なんですよ。早く進めましょう。俺が中学校1年生の夏休みが始まった頃だったと思う。ちょっと、なんで棒読みなんですか、ちょっと。疑問っぽいんですか。なんかちょっと文章変じゃないこれ。まあちょっと変ですね。うん、まあいいです、はい。当時不良とまではいかないか。たびたびの、あ、ほどほどの悪ガキで、友達のマサルといたずらして怒られていた。マサル。そんなある日のこと。今音はないですね。音はね。キャンプちょっと したくなるよね。キャンプみたいなのもしない？この水彩画みたいな人書いてるの誰だと思うんだよこれね。これ書いてるんですかね。リアルですよね。リュックにお菓子味です。漫画などを詰め込み。晩ご飯が終わってからいつも遊んでる公園で落ちちゃった。まあね、どこでキャンプする？普通の公園でキャンプするつもりなのかい。ちょっとなんかもうちょっとな。マサルはそう言って歩き出した。出た、集落。なんだ集落。なんで集落に因縁あるみたいな。いや、なんかやっぱほら、怖いものといったら集落とかそういうなんか小さな、ま、田舎とかそういうのじゃないですか。来るわ。これね、ちょっともう怖い感じ出てきましたね。もうすでに暗いからね。先見えないんですもん。先見えないとこ行っちゃいけないって言われたことないですか？やっぱ小屋の前に立つ、ここ。もう超鳥肌立ってきた、一気に。手押し車やベッドに良さそうな罠の山があった。あかんやろ。でも、こんぐらいだったらさ、なんかね、ちょっとトム・ソーヤの冒険みたいな感じ。そうですね。かわいいな。秘密基地ですよ。そう。もうお菓子を食べたりね、ジュースを飲んだり。こういうの楽しいんですよ。楽しいよ、これ。こんなとこから恐怖に、どうやって持っていくんだろうな。外で物事が。ほら、絶対すると思ったもん、そういうものを。うわぁ、びっくりしたー、ほんとに。そう。あー、ビビったー。ミニコさん、食べますよ。ちょっと。あー、他の人に見かけちゃうまいからね。ランタンの明かりを消したもんね。子供だけしかいないですからね。藁の中に潜り込む。息をした。うわぁ！ズルズル？ズルズルって。なんで？ズルズル。お、ちょっとやめてください、その音。え、何の音？今、ギギって鳴ったでしょ。これもう、ペロマル先生ですよ。もう本当に。あ、もう動いてから切って。画面が今ちょっと動いちゃう。何か引きずってる音が聞く。うん。小屋の周り。おう。え、何？小屋の周りをズルズルって何？見んなよ。じゃあ見たいでしょ。寝ろよ。おい。ちょっと。おお。そんなでかい窓ある？おかしいでしょ。カーテンは？うわ、来るじゃん。出るじゃん。押してくださいよ。いや、押した。おー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 、大塚さんだ。俺出て、わー、おカマキリ。おカマキリじゃないだろ。なんでカマキリがここに出てくるんだよ。なんか、どさえ出ちゃう。骨と皮だけのようなローボン、大きな蔵のようなものを引きずりながらゆっくりゆっくり、まるで何かを確かめるように歩いていた。やめてよ、ローバー。わぁ、ちょっと、はぁ、初めて。おい、編集者に向かって、はぁじゃねえよ。はぁじゃねえよ。
なんでマサルが怖い。あ、なんかやばいって。絶対なんかやばいって、どっか行くまで隠れてよ。そうそうそう、正解正解、隠れよ。またね。まあ、隠れるよな。うん、小学校の頃、この藁使ってたよ。え、藁に住んでたの？あ、笑いをね。笑いっていう感じを難しい藁にして、あ、そういうのが流行ってた時期がありました。ああよ、これはやばいんじゃないか。あー、心臓痛い。心臓痛い。あー、心臓痛い。あ、押して押して押してください。あー、押して。あ、いいか。え、バーンみたいな感じ。オーマイグー、ノー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 。ちょっとちょっと、本編はまだですよ、ね、まだ本編まだですよ。あ、コールだ、コールだ、ミーコールコールだ。あー、もうやだー。あてんだよ。何もしないから出ておいで。え、動くの？あ、ちょっと待って、怖い怖い。ちょっと待って、ちょっと待って、動かさないで。ちょっと待って、オッケー。待って、動くな、おとなしく。そういった足で袋を蹴り上げた。え？袋に何かがいるんだよ。入ってんの。え？え、来る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 。来るよ。そしてもう、山を叩き始めた。叩いてる。いや、バレんじゃん。バレるじゃん。あんな気になりますよ。わー、これ。うわー、びっくりしたー。おいおい、同じの出んなよ。で、あ、びっくりした。これね、ダメダメ、まだだよ、動いちゃダメ、まだ朝になるまでダメだ、ダメダメ、逃げちゃダメ、ダメだよ。出てって、うん、え、なにこれ、これ、これ顔見えるよ、これ絶対顔見えるから大丈夫だし、顔はちょっと単純だよ、ゾーンって出るんでしょ。あさあ、なにこれ、さっきのおばあちゃん、そう、いや、マジでこれジャック・スパロウじゃん。もうこれ、ほんとに。え、これ、え、なんで SNS だ、詰称、詰め称。あ、いた、泣くな、泣くわな、記憶が気絶しちゃったってことかな、うん、信じるよ。わー、ありがちねー。こっちか。うーん。くっきりと残ってたんだから。え、え、なになに、あ、あ、なにも、そうね。うわー、わかってんだよ、もう。しかも、おばあちゃんの声じゃないんだよ。声はね、確かに。もう、裏若き乙女なんだよ、声が。ちょっとね、違うかもしれません。はい、というわけで、ホラーノベルシリーズ第4弾。いや、なボタンをね。今回も、ありがとうございました、いろいろ。ありがとうございました。疲れるな、これ。
編集長、今日も面白いプリでしたね。ババアがいる。おぉ、うまいじゃないよ、もう。ババアだ、あのババアがいるぞ。出てけ。もう第4弾になってまだね、びっくりすると。ダメですよ、ちか正直今喉をやられちゃいましたもん。喉やられちゃった。喉痛めてた。あんな大きな声出して喉やられちゃった。つらい。喉痛い。本当に怖くて、もうだから今日トイレ一人で行けないよ。ピーチと一緒におトイレ行こう。え、ピーチって何、その新しい生物？うちの可愛いニャンコですよ。世界一ブザイクな。この子ですよ。かわいい。これ今モザイクかけてください。ちょっとなんで。あ、ビッチって名前なんだ。ビッチじゃない。ピーチ。ピーチなんだ。うん、ビッチかと思って。ビッチちゃんって名前つけるわけないでしょ。はい、というわけで今回やっていただいたアプリは、E3 アーツさんのホラーのベルシリーズ第4弾、ウバです。もう次、5段で終わっちゃうんでしょ？ 5 段で終わります。新作また待ってますよ。ねえ、そうですね。どんどん出してほしいですね。どん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 。はい。これもう、サクッと遊べるんでね。ゼロ丸先生もね、尺が長くならない、ならないから、一番好きだ。お気に入りですね。お気に入りの。はい。はい。というわけで皆さん、無料なので、ぜひダウンロードしてやってみてください。それでは、ファミズアップのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願い。この他にも、毎日動画の他に、次に面白いのがモンスト動画です。次にね。はい。次に面白いのがモンスト動画。次に面白いのがモンスト動画ぐらいですよね。そうです。はい。というわけで、そちらもありますので、皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくな。それでは明日も15時に会いましょう。皆さん、それでは、バイバーイ。わら。わらわら。バイバイ。